大阪魂後ろ姿映ってんで、後ろ姿。じゃ振り向くな。振り向くな。綺麗。な。冷蔵庫とか見た。いや帰ってからの楽しみにしてんね俺ら。じゃあ俺ら帰るわ。ありがとう。じゃあ帰ります。バイバイ。また後で。はい、また後で。はい、バイバイ。ありがとうございます。バイバイ。はっなきー。再び戻ってまいりました。オープン。ちょっとちゃんとさっき見てなかったんけどさ、カメラ持ってたし、動物園行かないよ。行かない。大阪は私のもの。やばいやばい。絶対やばいな。えりこさ、夜景とかほんまに全然見たことないね。なんかどっちかって言ったらほんまに地上で森とかにいるタイプやからさ。大阪ってこんなにも都会なことないよ。なんて言ったって最上階ですからね。最上階よね。言ってなかったよな。うん、言ってなかった。最上階なんです。はい、お前らこれなって名前渡してくださって話すの。こんなゆっくりさ話す機会あんまないやん。確かにな。はい、ちょっと冷蔵庫開けてな。飲み放題食べ放題って言ったな、ここのやつ全部。朝日あれ、あるやん。はいね、ケンもあるじゃんか。ワインも後ろに白赤あるやん。持って帰っていいって言ってた。持って帰っていいって言ってた。ちょうど最近その話しとったやん。ちょっと楽しい。やばい、やばい。あ、これ俺ちゃん、これに入れてワインを持って帰っていいですよ。ああ、そういうことか。めっちゃ親切ちゃう。飲んださ、シャンパン美味しすぎてさ、めっちゃうまかったな。もう一杯飲んでから串カツ行くなら行こう。あ、ありあり、行こうか。もうめっちゃ美味しかったよ。え、もうめっちゃ楽しい。うわお父様、お母様、うつつか者ですが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。これでどこでも入れるか。どこでも入れる。ホテル内どこでもいいです。ホテルを制した女。あれ何回やったっけな。38回や。串カツ行くのに甘いもん食う女。なんか言ってるな最近。もうモンブラン見つけた瞬間手に取ってた。うまっ。これ食べ放題飲み放題やばない。スマホここに。なあ、パリ取るよ。パリ取るよ。Drama, we took it to heights. Let's drop it with comedy. Compensate for fight. You can make me want you. 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 You can
のシンボルです。シンボルですね。うわ、めっちゃ久々よ。マジ久々やな。やばい。何を取りに行くん？どれ狙い？チョコパイ。お、いや、すみません。すみません。すごい。バケモンおんねんけど。バケモンおる。え、すげえ。26。チョコパイいけるやん。かっこいい。ゲットしました。ゲットしたね。有言実行。かっこいい。結婚しようも。結婚していいよいいよいいよ。どれ狙う？あのミルキーエグいやつ俺や。エグいって。楽しい。もしもあれないよ。エグいマジうまない。マジうまい。タちゃんやる？やろうかな。ちょっと本気やからもう。エグいよ。リコがやったるわ。ラスト一球。あのしんちゃんいきます。はい。お母さんに見せよう。あのあげよう。あのさ、俺の射的シーンは絶対カットして。オッケーオッケー。寿司カツ4。寿司カツ4。なんで6番さん4番ね。美味しかった。美味しかったね。めちゃくちゃ美味しかった。最高やったね。今からね、ホテルに戻りまして、はい、カクテルパーティーになります。カクテルパーティー、バチラ。あ、結構もう酔ってんねんな。顔赤いもんな。戻ってまいりました。はい、戻ってきましたね。ちょっと上着置くがてら、夜景を見ますか。ここ、おー、行くな行くな行くな、ここや。ありきたりなボケしやがって。ボケちゃうねん。こんな躊躇もなく開けました。いや、ちょっと待って、やばい。止めた止めた。え、道路がやばい。やばい。え、バリきれい。うわやばい。すごっ。うーわ、え、道路めっちゃ綺麗くない？なあ、伝わるのかな、これちょっと反射してるけど。ね、反射しちゃってんの。かっこいい。やば。飲み放題でございます。行きましょう行きましょう。一年間お疲れ様でした。一年間みんなね。頑張りました。頑張ったね。うん。めちゃめちゃかぶってるやん。しゃべあれ言い過ぎだ。俺が先言うとき。1年間お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様。頑張ろう。撮影に立ち会わせてもらってありがとうございます。初体験です。いや、ハイボールのペース速すごいねんけど。ハイボールってハイスピードボールじゃん。ハイスピードボールちゃう。毎日メカトロンってする前に飲むな。こんなのも昔は注意してたけど最近注意もせえへん。じゃあリコも開けたらええやん。俺次に行ったの入れたがりや。なんで半袖なあの人。なんで一人半袖なの。分かる。シャンパンの締め方が分からんから。分からへんかって、うん、でもなんかもういい加減になんかこう締めたふりして直すのも、うん、なんか悪い。覚えたいなと。覚えたいなと。ずっとあの人に覚えたい覚えたい。教えてください。覚えたい覚えたい。意味分からんな。
何言ってんのよ。すごい行くな、シャンパン。めっちゃ美味しい。好きよね。ここでもらっといたいんちゃう。ここに。風呂とか入れとったらいいんちゃう。これがあれやな、29、30、これにしますか。最高やん。次は、ゆたここ泊まったから、今度は奈良とか。奈良行こうとしとった。奈良の前よって行こうと。俺、今日部屋で。紙袋入ってる場所まで俺も分かってたんやん。勉強家やから全部知っとかなきゃやから。もうね、すごいすごいやろ。だって旅行小さい時にお前ら連れて行く時に全部俺知ってたな。全部調べてる。全部もう決まってんねん。その日の聞いてくんねん。一回あのこっちもあるしこっちもあんねんみたいな、どっちにしたいみたいな、そうなんかあって、この中から選んでええぞみたいな言って、俺らがそれは子供に、これがいいこれがいいみたいな、うんうん、いやお前ら黙れ、俺らはこれ行く、決まってんの、プランは決まってんの、そう、プランは決まってんの、俺はこれが食いたい、ここに行きたい、徹底的に調べよう、徹底的に調べよう、景色まで全部してる、売店のメニューまで全部してる、怖い怖いそれは、フランクフルトなんぼ全部してる、嘘つけ。何かおもろいんだよ。頭がかい。目力やばい。やばいやろ。やばい。お父さんの目力。こうなんか、もうさ、切ってんじゃん。切っとこか。いや、もう、深い話ができないのでね。まだまだ続くで、これ。忘年会こっから上がっていくで、楽しみましょう。リコはもうあのお母さんとね日本酒も飲まない感じ、はい、今から酒を酌み交わす時がやってきました、はい、じゃあ楽しんでいきましょうか。はい、イエーイ、すごい、やばい、やばっ、すごい、めちゃくちゃ綺麗やんか。本当に楽しいんですよ。あの今からまた下に行って二次会する。そう、お父さんお母さんの部屋でね二次会を。ほんまに大丈夫？いけてる？パワフルやねんな、ほんまに。ほんまにパワフル。だって、カメラ止めてからまず、一瞬で2時間、ラウンジにおって、ほんでもう、時間なんでって言われて、こっち戻ってきて、じゃあそこからもう、酒なしでずっとおるからさ。お母さん乗れてないやん。ついていけてええやん。もっと褒めて、すごいです。すごい。すごいセクシー。オッケーめっちゃいい。どうせ上手やほんまに。いや俺はすごい幸せ。えりこも幸せ。なんか好きな人のご両親とはこんだけ仲良くしてもらって、もうね、ほんとこれ以上の幸せは人生ないなって思う。えりこはマジで感じてる。俺はもうあれやで、普段りこの親にそうしてもらってるから、まあ、ちょっとでもな、こうやってなんかリコも感じてくれてんやったらさ、めちゃめちゃ嬉しいなって思いますね。ほんまに幸せって泣く。ほんまにな、楽しいんですよ。楽しすぎて泣くなよ。ほんまに楽しい。なんか幸せってこういうことやなって思う。ほんまに幸せを感じる時間やったやな、めっちゃ、うん。ありがとう、ほんまに。いや、こちらこそよ。いやすごいいい時間を、いい年末を過ごしてます。早く下行こう。すぐ行こうもう。じゃあまあ、29日はこんな感じでしたということで。はい、最高に幸せです。これ見て、リコのママも喜ぶ。泣いてる歌。